不問寺は、神奈川県藤沢市本久毛沼にある高野山、新温州の寺。相模国巡視国88箇所の内第47番札所と第88番ケチガの札所がある。1872年から1913年まで、藤沢市立久毛沼小学校の前身である、久毛沼学者、尋常高等久毛沼小学校が置かれていた。 三井は山返上を隠布文字と合し、高野山真言宗に属しているが、元藤沢、小賀の観王院三十二課寺の一つであった。過去帳によると、協力元年五月、観王院三十五代兼大僧鶴良元が、東土が原に一時を、創建、十一面菅のんを本尊としたという。その後、現那三年三月、元朝あしゃが、東上が原の現地に再構回帰し、 本尊を不動明王像とした。元本尊の十一面観音像は、寺の東方に離れて、観音堂を建立して安置した。三門を出て、藤沢市立久毛沼小学校生門前の道路を行った左側大城にある。久毛沼小学校前交差点を東に入った、藤沢市本久毛沼2-4-36にあった。現在は、大東町内会館が立ち、その一室に、 かつての不文寺本尊だった十一面観音像が祀られている。木造工房大師座像、ケチガン札所、浅渡郎右衛門は、下佐国都市根川下流部に、四国八十八箇所札所の砂を埋めた新四国八十八箇所、相馬霊場があるのを知り、相模にも、同種市の巡霊場を開設しようと不文寺の僧、全能三津に相談、その候補地の選定と交渉を行った。 文化十四年、全能の弟子で、東寺大東の観音堂の安心をしていた長臣に依頼して、四国八十八箇所の霊場の砂と法印を集めさせた。それを、現在の鎌倉市、横浜市泉区、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町にまたがる、設定の場所に埋め、表示席を立てるとともに、大師蔵と御堂を建てた。しかし、太郎江門は、 霊場造営中途の文政10年8月30日に没死、その異行は同盟を襲名して国月12日没に引き継がれた。太郎絵門親子2代の墓石の側面には、父の方に元首の墓、子の方に土砂かじき願いの墓と刻してある。不問寺には47番札所とケチ岩の88番札所がある。相模国と縁の深い高野山の途中。 高室院の文書によると、聖徳元年6月21日から慶応3年8月13日までの間に、久げ沼村の村人のべ337人が63回に渡って、高野参ポー寺に参拝している。内不問寺相と判明するのは8名である。この文書で注目すべきは、ほとんどの参拝者が生を名乗っていることである。 国沼村の村人は大多数が農家であった。注釈出店。ありがとうございます。